どうもこんにちは、まみよしです。 iPhone14 シリーズ全4機種並べてみました。今回の動画では iPhone14 を買うのは決めたけど、どの機種を買うか迷ってるって方に向けて、まあ値段だったり空張りだったり性能だったりね、そういったものを比較しながら、こんな人にはこの機種がおすすめだよっていうのを紹介していきたいと思います。やっていきましょう。まず選ぶ基準としては大きさですね。こちらの iPhone14 と14 Pro っていうのが 6.1 インチ。今までの iPhone X とか XS、そして11 Pro、12、12 Pro、13、13 Pro とかと全く同じサイズになってます。そして次、14 Plus と14 Pro Max なんですけども、こちらは 6.7 インチということで、今までの XS Max、11 Pro Max、12 Pro Max と同じサイズになってます。今回無印で初めてこの6.7 インチっていうでっかいサイズが登場しましたと。なので今回ですね、コスパよく大画面が欲しいっていう方、そういった方にはね、こちらの14プラスがおすすめになってます。まあ、順番に見ていきましょうか。まず空張りですね。空張りっていうのが今回無印シリーズとプロシリーズで違ってきます。無印シリーズに関してはブルー、そしてパープル、ミッドナイト、スターライト、でレッドの全5色になってます。でそれに対してプロシリーズに関しては今回ディープパープルっていう新色、そして今までもあったゴールドで、このゴールドとかに関してもね、色味ちょっと変わってます。シルバーに関してもね、ちょっとね、今までよりも寒色気味、ちょっと青っぽい感じの白になってますね。であとはこれも新色っちゃ新色ですね。今までグラファイトっていう名前だったんですけども、今回スペースブラックになりました。なんかスペースグレーだったりグラファイトだったりスペースブラックだったり、いろんな色があります。でちょっとね、カラーのところについて補足すると、この iPhone14 シリーズのブルーっていうのはこの iPhone13 Pro にあったシエラブルーと大体の色っていうのが似てますね。なので13 Pro のシエラブルー見てめちゃめちゃいいなと思った方は、今回ね無印のブルー選ぶのもかなりありなんじゃないかなと思います。でそして無印のパープル、これの色に関しては iPhone12 シリーズのパープルの色とは違ってかなり薄くなってます。この色何と一緒かというと iPhone11 ですね。はい、こちらが iPhone11 なんですけども、ほぼほぼ同じ感じの色になってます。今回 iPhone14 のパープル購入検討してる方は iPhone11 の色見てから決めるようにしましょう。まあ、僕もねこの iPhone11 のパープルのレビューしてると思うんですけども、 YouTube の動画見てもいいし、店舗に行って iPhone11 のパープルとか見てもいいと思います。携帯ショップだったらね、まだ11あると思います。であとミッドナイトの色に関してはまあ大体一緒かな。でスターライトに関してもほぼほぼ一緒で、レッドに関してはこれ毎回色変わってます。今回のプロダクトレッドに関しては真っ赤、明るい赤っていう感じですね。 iPhone12 の時と一緒ではないか、あかなり赤、原色の赤っていう感じの色になってますね。今回は iPhone11 とも違うし、12とも違う、13とも違いますね。まあ、これはね結構好み分かれる赤かなと思います。でじゃあちょっとねプロの色に関しても比較していきましょう。まずディープパープルっていうのはこれ新色なので特に比較するものはないですね。続いてゴールド、13 Pro と比較するとちょっとね黄色みがかってる感じはありますね。濃くなってる印象があります。でもまあ誤差の範囲かな。続いてシルバーいきましょう。シルバーに関してはね結構変わってる気がしますね。あれどうだ、ちょっとね13 Pro は黄みがかってる感じなんですけども、14 Pro は真っ白っていう感じな気がします。はい、続いてグラファイトとスペースブラック、まあこれに関しては全然違いますね。スペースブラックの方が黒に近づいた感じになってます。ということでカラー比較してみました。そしたら次値段いきましょう。値段に関してはね iPhone14 が 119,800 円、 iPhone14 Plus が 134,800 円、 14 Pro が 149,800 円、 14 Pro Max が 164,800 円になってます。価格としては 15,000 円ずつ高くなっていきますね。14から14 Plus プラス15,000円、14 Plus から14 Pro プラス15,000円、14 Pro から Pro Max 15,000円になってます。なので Pro Max と iPhone14 無印で 45,000 円の価格差があります。ちなみにですね13っていうのまだ売られてるんですけども、 iPhone13 は 107,800 円からになってるので、 iPhone14 よりも 12,000 円安くなってます。まあ、iPhone13 とね14の比較に関しては別の動画でやりたいと思います。ちなみに iPhone13 mini に関してもまだ併売されてますね。 92,800 円から。今回は14買う方に向けて動画作ります。まあね今まで 6.7 インチが欲しくて15万ぐらい
回は出せないよっていう方にとっては、まあ、約ね3万円安く 6.7 インチのサイズが買えるので、これはね結構ありなのかなと思います。はい、続いては画面サイズですね。画面サイズはまあさっき言った通り 6.1 インチと 6.7 インチですよと。で、今までね iPhone 13 Pro にプロモーションテクノロジーって言って1秒間に120回書き換わる滑らかなディスプレイ搭載されてたんですけども、それは今回14無印には入ってないですね。iPhone 13 とほぼ同じディスプレイを搭載しています。なので14無印は 60Hz 固定で、 iPhone 14 Pro に関しては新機能で常時表示ディスプレイっていうのを搭載しました。画面をオフにしててもうっすらとね光ってくれて、通知とかビジェットとか時計っていうのがね見れるようになってます。これもね結構便利だと思うので、新機能を使いたいっていう方は今回プロシリーズを選択するといいのかなと思います。新機能はね大体今回プロだけですね、搭載されてるのは。で、続いてこれダイナミックアイランド、こちらもね今回プロシリーズだけに搭載されたんですけども、ノッチの部分っていうのが変わりました。ノッチが小さくなって、でここにね結構いろんなアニメーションとかがあって、通知の表示とかね、そういったのが新しいアニメーションで表示されます。このねギミックが結構すごかったので、 iPhone で新しい体験がしたいっていう方も今回14 Pro シリーズ結構いいかなと思います。今回 iPhone 14シリーズ全部に衝突事故検出っていうのが搭載されました。車に乗ってて事故起きた時に SOS で緊急連絡先に発信してくれる機能になってます。これは万が一の時にねあったら嬉しいのかもしれないです。 Apple Watch を持ってる人だったらそんな関係ないかなっていう、そういった感じ。続いてカメラ、14無印に関してもプロシリーズに関しても両方とも進化しました。14無印に関しては全体的に明るくなって綺麗に撮れますよっていう感じ。超広角もメインカメラもどっちも進化しました。ただ今回めちゃめちゃ進化したのがこのプロシリーズ、なんとねメインカメラが12メガピクセルから48メガピクセル4倍の画素数になりました。これによってね2倍にクロップしたとしてもこの1200万画素と同じ画質を維持できるので、2倍で撮っても綺麗になります。で、3倍に関してはねこの14 Pro は望遠があるのでそれも綺麗と。なので今回 0.5倍、1倍、2倍、3倍のレンズがあるみたいな感じになってますね、14 Pro は。で、そしてインカメに関してもね今回 iPhone 14シリーズ全部同じやつ搭載されてるんですけども、ついにオートフォーカスに対応しました。なので自分とかね被写体にしっかりピントがあって映像を撮ることができます。フロントカメラに関しても今回明るくなったので、インカメを対応する人に関しては今回はね嬉しいアップデートになってます。で、ズームのレンジに関しては iPhone14 が 0.5 倍と1倍なので2倍、で14 Pro は 0.5 倍から3倍ズームまであるので6倍ですね。気になるのがバッテリーの持ちだと思います。iPhone 14シリーズっていうのは13よりも1時間全体的にバッテリーの持ちが良くなってます。で、今回すごいのがですね、こちら iPhone 14 プラス最大26時間のビデオ再生になってます。今までの13 Pro は22時間だったので、13 Pro と比べても4時間持つようになってます。なのでバッテリーの持ち重視する方に関しては14プラスね、かなりいい選択になってくるかなと思います。ちなみにね、14 Pro Max に関しては29時間になってますね。すごい。で、今回ね、ついに搭載してるチップっていうのが無印シリーズとプロシリーズで変わりました。無印に関しては13 Pro に搭載されてた A15 チップと全く同じものを搭載しています。14 Pro に関しては今回新しい A16 バイオニックチップになりました。このチップにはねプロセスルールって言って、まあ、数値がね小さくなればなるほど省エネ性能が上がったり性能が上がったり、そういったプロセスルールがあるんですけども、今回 A15 の5ナノメートルから今回 A16 で4ナノメートルに進化しました。なので省エネ性能とか普通の性能っていうのも今回 A16 チップで上がってます。ただね、どのくらい進化してるのかっていうのはちょっとよく分かってないので、この辺はね時期が来たら比較しようと思ってます。ちなみに今回 iPhone 14シリーズ全部買います。なので今回チップが変更されてますよと。ゲームとかでねめちゃめちゃ高画質にやりたいとか高フレーム出したいっていう方はまあ A16 がいいし、まあ普通にできればいいよっていう方は A15 でいいと思います。 A15 でもね全然十分な性能なんで大丈夫です。で、続いてフェイス ID ですね。フェイス ID に関しては全機種一緒になってます。 5G に関しては今回ミリ波対応してません。またサブ6のみ。なのでこの辺の性能に関しては iPhone 13と変わらないですね。で、セラミックシールドって言って丈夫な画面っていうのも iPhone 13シリーズから搭載されたやつです。これも一緒ですね。で、側面のね素材っていうのが変わってます。 iPhone 14無印はアルミニウム、プロシリーズに関してはステンレススチールになってます。まあ、アルミニウムに関してはね落としたらへこむので、へこんでほしくないっていう方は
Pro シリーズの方がいいのかなと思います。ただね、落としたら両方とも削れたりするので、その辺はね同じですね。であと防水性能に関しては、水深6メートルで最大30分間の耐水性能、僕ね風呂とかに毎日持ち込んでたり、あとはね普通に水で洗ったりしてるんですけども、全然壊れる気配ないので、耐水性能に関しても結構すごいものを搭載してます。であとはマグセーフ対応も全部一緒です。今回搭載される容量なんですけども、全部 128GB スタート、プロシリーズのみ 1TB があります。なので1 t ラモデルが欲しい方に関してはプロシリーズを選択する形になります。でこの容量の選び方なんですけども、今使ってる iPhone の設定、一般で iPhone ストレージでどのくらい使ってるのかっていうのを見てみてください。ほとんどの人はね、意外と 128GB で十分だったりするので、まあ、128GB でもいいのかなと思います。まあ、今 10GB とかしか空いてないよっていう人は一つね、容量を増やしてもいいし、全然足りてない、写真とか動画毎回消しまくってるっていう人は2段階上げたりしてもいいと思います。 512GB とかはなかなか使えないかな。ほとんどの人は128か2頃、どっちかを選択してみるといいと思います。続いてディスプレイですね。ディスプレイはまあさっき紹介したんですけども、ダイナミックアイランドって言って、まあノッチがいい感じにアニメーションしますよっていうのがプロシリーズのみですね。まあ14無印に関しては、ノッチは iPhone13 と全く変わってないです。で今回の14 Pro のこの最大 120Hz っていうのは13 Pro と違ってて、13 Pro は 10Hz から 120Hz だったんですけども、今回の14 Pro シリーズに関しては 1Hz から 120Hz になってます。それによって常時表示ディスプレイが実現できたっていう感じですね。で解像度とかに関しては若干ね、プロシリーズの方が広くなってます。まあこれはベゼルがねちょっとだけプロシリーズの方が狭いっぽいですね。まあただ本当に誤差な気がしますね。あとね、決定的に違うのが最大の輝度ですね。無印に関しては最大輝度が800で、14プロシリーズに関しては1000ニトになってます。ここで差が出てるのと、あと、まあ、HDR 1600ニトっていうのは HDR 動画見るときだけなんで、これあんま関係ないですね。で、すごいのがこれ iPhone14 Pro、 多分屋外に行ってたり、すごいね光照らされてるところだと屋外にいるって判断されて、ピーク輝度っていうのが2000になります。これ HDR 動画じゃなくても多分使えると思うんですけども、今までね炎天下の中で画面の明るさを最大にしても全然見えないとか見づらいっていうことが起きてたと思うんですけども、今回ね1000ニトから2000ニトに倍になってるので、これはねめちゃめちゃ見えると思います。なので毎日屋外で使うとか、晴れてる外で使うとか、そういったことが多い人は今回プロシリーズを選ぶと見やすくて快適なのかなと思います。であとね、これ一番重要と言っても過言じゃないんですけども、重量ですね。今回重量に関しては思ったより重くならなかったですね。なんと iPhone14 は 172g、 14 プラスは 203g、 14 プロが 206g、 14 プロマックスが 240g になってます。なんとですね、 6.1 インチの14プロよりも 6.7 インチの14プラスの方が軽くなってます、 3g。 なので今までねプロマックス 6.7 インチが欲しかったんだけど重くて断念したっていう方に関しても、今回の14プラスはかなりおすすめになってます。14プロの重さ、これはねまあ全然持てる感じの重さですね。 206g ちょっと重いと思うけどね。ただその重さで 6.7 インチを作ることができたと、これはかなりねっていう感じです。軽くてでかい端末が欲しい人は14プラスおすすめ。チップに関してはまあさっき紹介したやつで、カメラちょっと見ていきましょう。まあカメラも進化しましたね。今回14も14プロも両方ともねセンサーサイズっていうのが大きくなってるんですけども、プロシリーズの方がもっと大きくなってます。で大きくなったことによって F 値っていうのがちょっと下がってるんですけども、これでもね、まあ、無印よりも明るい写真が撮れますと。でメインが無印は 1.5、 まあ全部ね綺麗に撮れるようになったっていう感じです。これで1個違うポイントがあって、こちらセンサーシフト光学式手ブレ補正って言って、レンズ自体がこう動いて手ブレ補正してくれる機能が iPhone にはあるんですけども、それがプロシリーズのみ第2世代のものになってます。ただ最新の iPhone に関してはこんな感じでね、アクションモードって言ってめちゃめちゃすごいね手ブレ補正入ってるので、これ iPhone14 無印です。なのでね、別にこのセンサーシフト光学式手ブレ補正なくても全然手ブレ補正はすごいのかなと思います。であとはフラッシュがねプロシリーズのみちょっとね変わったぐらいで、今回写真ねフォトニックエンジンっていう技術が搭載されて、それを使うことによって写真の画質も綺麗になるっぽいですね。これは無印もプロも両方とも使えます。であとは写真撮るときにねプロローって言って圧縮してない写真を撮れるのはプロのみになってます。ただね、僕 iPhone13 を買ってこれで撮ったのは 2,3 回しか撮ってないですね。まだこれはほとんどの人はいらないと思います。まあ写真撮った後にめっちゃいい感じに現像するよとか、そういった方はプロローで撮ってもいいかも。ただ1枚50メガぐらいあるのでめちゃめちゃ容量重いです。あとマクロ撮影っていうのも14無印はない
ないですね。そこだけ注意してください。まあカメラの性能を重視するんであれば今回はプロシリーズを選んだ方が断然いいと思います。であとね、14シリーズ全部シネマティックモードっていうのが 4K に対応しました。なので 4K を普段撮ってる人でもシネマティックモードが使えます。であとね、そうiPhone 14 Pro に関しては 8K に対応するみたいな感じで言われてたんですけども、今回 4K が最大になってます。ちょっと使ってみたかった。まああったとしてもね、常用はしないと思いますけど。で今回の目玉としてはアクションモードで手ブレ補正がすごいですよと。でビデオのセンサーシフト光学式手ブレ補正っていうのは一緒なんだ、プロも無印も。だからこのセンサーシフト光学式手ブレ補正っていうのはもしかしたら写真のみにしか対応しないのかもしれないな。まあこの辺はね、ちょっと実機届いたらね、またレビューの方をしていきたいと思ってます。うん、あとは一緒だな。で、そう、今回ね、フロントカメラが進化しました。ついに。今まで F2.2 だったと思うんですけども、F1.9 ということで、明るくなって、オートフォーカスがついたので、しっかりピントが合うようになってます。で、インカメを普段よく使う方にとっては、今回の iPhone 14シリーズ、結構いいアップデートになってますね。で、インカメに関しては、14無印も14プロも変わりません。なので、インカメで普段動画撮ってる方に関しては、無印でも全然 OK ですね。で、キャリアに関しては、ソフトバンク、au、ドコモ、楽天モバイルから販売されます。 5G はミリ波非対応。そうで、ここだけねちょっと注意してほしい。これもね13と14どっちを買った方がいいかの動画で紹介する予定なんですけども、今回のね14シリーズから Bluetooth 5.3 に対応してます。今までは 5.0 でした。で新しい AirPods Pro 2も Bluetooth 5.3 対応になってます。でこの Bluetooth 5.3 って音声コーデックとかなんか接続方法とかそういったものが変わってて、今後のね AirPods のファームウェアアップデートとかでこの Bluetooth 5.3 対応の iPhone専用の機能とか多分出てくると思うので、 AirPods でね最大限性能を使い切りたいっていう人は今回の14シリーズね買った方がいいと思います。まあこれに関してはねまた詳細動画作りたいと思ってます。でそう、あとプロシリーズに関してはこれね結構気づきづらいんですけども、なんとですね GPS がプロシリーズ強化されてます。これ Apple Watch Ultra っていうのにも搭載されてるんですけども、かなり精度が良くなってるので、例えばなんだろうな、あ、宅配、出前の宅配でこう現在位置取得してねそこに発送するみたいな感じでやる方多いと思うんですけど、そういった時にねこの高性能 GPS だと自分で手動で調整しなくてもピンポイントでね家を判別してくれるとかあるかもしれないですね。まあどのくらいねこの GPS の精度が違うのかっていうのも検証したいなと思ってます。 Apple の PR 映像を見てる感じだと結構すごかったですね。まあ、ただ普通にマップを使う分には iPhone14 とかそれ以前の GPS でも十分です。でバッテリーに関しては変わって、そう今回 iPhone 発売直前にアンカーからね 30W の AC アダプターっていうのがリリースされたんですけども、ってことは iPhone 14 Pro なんか 30W 充電に対応してるんじゃねって思ってるので、その辺もね検証していきたいなと思ってます。実際どうなのかちょっとわからん。ちょっと注意してほしいのはここですね。高速充電に全部対応してるんですけども、14 Plus とかに関してはバッテリー自体がでっかいので 30% で 50% 充電じゃなくて35分になってますね。ただここがプラスシリーズとか Pro Max に関しては 30W を使うことで30分で充電できたりするかもしれない。であとねライダースキャナーに関してはプロシリーズのみ、加速度センサー、近接センサー、デュアル環境光センサーに関しては同じになってます。で今までね iPhone ってホワイトバランスがちょっと微妙で、動画を撮るときにね例えば手が入ると急に暖色気味になったり、そういったことが起こってたんですけども、今回デュアル環境光センサーっていうのを搭載してるので、もしかしたら動画のその色味、ホワイトバランスっていうのが結構良くなってるかもしれない。まあこれカメラに使われるのかちょっとわからないんですけども、ちょっとね期待できますね。SIM カードに関してはナノ SIM と E SIM 今までと一緒です。ということで iPhone 14シリーズ全部比較してみました。まあ、個人的なおすすめとしては一番はやっぱこの iPhone 14 Pro ですね。カメラも進化してるし、パンチホールも進化してて、新しいこうアニメーションとか体験っていうのができると思います。常時点灯とかもプロシリーズ限定ですね。新しい機能を全部体験したいっていう方はこの14 Pro がかなりおすすめになってます。でそして次のおすすめに関しては14 Plus かな。大画面が欲しい、でもそんなにスペックはいらない、で軽い端末が欲しい、そういった方に関しては iPhone 14 Plus がめちゃめちゃおすすめになってます。なんといってもねこの14 Pro よりも安い価格で買えると。なのでこの14 Plus ね今回結構人気が出るんじゃないかなと思います。ただねこの14 Plus ちょっとだけ欠点があって、他の iPhone 14よりも発売が2週間ぐらい遅いです。そこだけ欠点。続いて人気なのが14 Pro Max かな。まあこの14 Pro と14 Pro Max に関してはスペック同じなので、まあ大画面が欲しいか欲しくないかで、まあ1万5000円高くなると、うん、まあ大画面が欲しいだけであれば14 Plus の方がおすすめって感じですかね。で多分一番人気が出ないのが今回 iPhone 14 ですね。 iPhone 14 に関してはなんか10
13とそんな変わんないかなっていう印象が結構高いです。まあ Bluetooth 5.3 に対応して、カメラが進化してバッテリーが1時間持つようになりましたって感じで、14に関しては、本当に買い替える必要っていうのはあんまりないかなと思います。まあ予算をあんまりかけたくないっていう方向けですね。でも予算をかけたくないんだったら13でもいいと思う。 AirPods Pro とか今後ね Bluetooth 5.3 の新機能を全部ね使いたいっていう方はこの iPhone 14がおすすめの機種になってます。ということでいかがでしたでしょうか。結構わかりやすい内容になってたんじゃないかなと思います。この動画役に立ったと思ったらこの動画役に立ったと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。次の動画ではね、今売ってる iPhone 12、13ミニ、13、14シリーズとかどれを買ったらいいのか、どういった人にはこれがおすすめなのかっていうのを紹介していきたいと思います。以上、バイバイ。